子どもに高速道路に興味を持ってもらおうと、ネクスコ西日本愛媛高速道路事務所は7日、松山市井戸町の松山インターチェンジ拡幅現場に、市内森松町の慶応幼稚園の園児およそ30人を招待し、園児は舗装前の路面に絵を描いて遊びました。谷内博之副所長が、開通後は二度と歩けない道路、思い切り絵を描いて思い出にしてほしいと呼びかけ、園児は3色のチョークを使い、コンクリートの白い路面およそ35平方メートルを思い思いの絵で埋めました。ネクスコ西日本四国支社のキャラクターゆずろうくんも登場し、園児と交流していました。チョークで絵を描くときはなんか楽しかった、なんかチュルチュルなっとった。絵を描いた後、園児はネクスコのパトロールカーや凍結防止剤をまく出演散布車などを見学しました。松山外環状道路に接続する松山インターチェンジ拡幅工事は来年度中に完成する予定です。